こんにちは、ケイドラです。今日はオーデンタ光代の進化使っていこうと思います。まず友情コンボの火力見たいんで、通常のクエスト不動明で使っていくんですけども、新芝居1個だけストックしてあるんで、一発勝負で次やっていこうかなと思います。ではまず見ていきましょうか。まあ、スナイプバーレット持ってるんですけども、弱点キラーと重力バリアキラー乗ってくるんで、まあ、キラー対象には 1.5 倍だったり 2.25 倍かな、入りますね。行きましょう。なんか、すごいな。一直線に飛んでいきますね。まあ、バレットだからちょっと太いのかな。うん。いや、なんていうのかな。パスタ飛ばしてる感じに見えちゃう。すごい、バレットがこんな細長かったっすか、今まで。すげえな。結構ね、スピードは遅いんで、ゲート届いたか。はい。で、スナイプバレットは HP 低い敵を狙うんで、まあ、今みたいにね、ちょっと本当はネクロン倒してほしかったんですけども、まあ倒せないって場面もありますと。はい。まあ本当にスナイプマシンガンの貫通バージョンって感じでいいのかな。うん。ただこのキャラはキラーが2つあるんで、まあこのクエストはね、そのボスしか弱点持ってないですけど、弱点大量に持ってる敵がね、その雑魚にもたくさんね、弱点持ってるやつが出てきたら、まあ、この友情は結構強くなりますし、ほんとクエスト次第では結構強い火力出るんじゃないかなとは思います。結構でもムラがありますね。倒せるかな。ああ、まあ、こいつ自体の殴りがね、もともとやっぱキラーも持ってるから強いんですけど、超マインスイーパー回さって。うん。まあ、本当にパワー型みたいなステータスしてますもんね。3万3000のスピード300ぐらい。貫通の300だとだいぶ遅いっすね。はい。ネクロン倒してくれました。ボスに飛ばしてほしいんですけど、しばらくは雑魚に飛んでいきますね、最初のうちは。はいはいはい、おお。いや、これ、確かにちょっと配置してもなって感じありますよね。重力2回引っかかって、これね、この配置の仕方、新芝で習いましたよね、今の。これだったらこの辺止まるっていうのが分かったんで、重力2回引っかかって、新芝ありがとう。これでまた一つ強くなりましたわ、僕は。まあ配置しててもそんなやっぱね、メイン友情しかないんで。わあ強いけど、ただどうなのかな、通常使いだと、そんな便利には感じないかもしれないですね。ただ、必中の友情コンボなんで、決して弱くはないんですけど、うん、まあ雑魚処理に向いてますね、めちゃくちゃ。最初のうちは雑魚処理してからしっかりボスを追尾してくれるんで、まあこのボス狙う時も、弱点キラー乗る場合だったり重力バリアキラー乗る場合の方がやっぱ火力は上がるんで、まあ、クエストをしっかり選ばないと最大火力は出せないんですけども、これ強そうやな。どんぐらい出んのかな。まあ、HP 共有してますけども、行きましょう。まあ弱点に当たらんことはやっぱありますね。ちゃんと。内部弱点持ってる敵にはすげえ火力出ると思うんですけど、まあ、しっかりこのバレットがね、やっぱ細いんで、弱点ちょっと拾いにくいっていう特徴はあるかなと思います。さあ、SS ですね。弱点効果大アップなので2倍かな。弱点倍率上げてくれます。さあ行きましょう。両方とも当てますね。殴りがすげえ、倒した。これ殴り化け物になるな。ちょっとこれ縦勘でってみますわ。あ、横でいいかな。弱点最終的に殴りたいんですけど、めっちゃ出たね。クリティカルは違うで。はい。
まあ、キラーも乗ってきたからすげえ火力出たと思うんですけども、まあ通常使いだとこんな感じですね。まあ普通やっぱ普通に殴りも強いですね、通常でも。うん、超マインスイーパーだったり重力バリアキラー、弱点キラーと殴り強いんで、まあ全然新芝以外でも使えるんじゃないかなとは思います。では注目の新芝なんですけども、マジの一発勝負なんで、光代ちゃんは2体にしました。僕は最初持ってたのは1体でいいと思ったんですけど、まあ一応使ってみたっていうことなんで今回2体編成してます。多分ね、僕が思う本当のへそは1体なんですよ。1体が一番そのラウドラの身の喧嘩もないですし、こいつ自体はその SS のまあこの弱点効果ダイアップが結構でかいと思うんで、1体で十分かなと思うんですけども、まあ今回は使ってみたっていうところまでやっていきます。まずミス許されないですからね。ゲージカクつくなよ。そしてはい、スナイプバレットがあやっぱ優秀っすね。 2P に置いてると今みたいに打つと拾ってくれて火力出せたんですけど、ただこれ倒せんのかな。いつもねラウドラでやってるんですけど、ラウドラだったら僕の過激いつもね結構乗せてるんですけども、今回ラウドラね過激ね実は7000盛りかな。でフレンドのやつが激手ついてたんで8500なんですよ。これ足りるかな。地雷を何個消費するやろ。入りで消費回最初地雷弱点殴らないようにしないとな。そしたらごめんなさい、今クリティカルのせいかな。ごめん、こいつそうかクリティカルか。じゃあワンチャンクリティカルワンチャンあるんすねこのキャラ。これ乱気弾かな。うわーマジか、やらかしたな。これは普通にミスったな。やらかしボンバーですわ。サブ機のストックも使ってやっていこうと思います。いやもったいないことしたな。では気を取り直していこうと思います。まあさっきのはねもう練習だと思ってやります。頑張りましょう。まあだいぶねその何をどうしたらいいのかっていうのも分かってきたので、まあこれで解説してねしっかりやっていこうかなと思います。まず初手なんですけども、いつも通りですね 2P 触れてから行くんですけど、弱点触れてね角度ミスったな。薄すぎましたね。これさすがにやれないな。さすがに多分やれないと思うんですけど、デカンだとボス判定弱点ビットンデビット地雷がなくなっちゃうんですよね。なんでもう横でいきます。でも強いねめちゃくちゃ強いっすね。でこのスナイプバレットが当たっとけばとりあえずアグニは絶対1体を処理できるんで、めちゃくちゃ優秀っすね。2体処理できましたね。でこの位置だと多分ここで抜けるのねあんまり力作じゃないと思うんで、これは、抜けないでおきます。で次の 2P で抜け 2P スタートがいいですね。なんだったら 2P スタートにします。でこの友情めちゃくちゃ優秀ですね。このステージでマジで逆算して作られてるキャラだと思うんですけど超使えますね。でここがまあ問題なんですけど、まずヒット3ヒットこれでいけるはず。 OK ですね。反射レーザーうまいな。まあまあで重力2枚噛んでるんでこれはもうゲージ外しで OK ですね。こっからまああまり時間かけたらダメなんですけど、2体処理できるかなこれで。いきましたね。で友情もほんと強いんで結構ね何でしたっけこの光属性の雑魚もね倒せるんですよね。さあまあまあ食らったんでこれは回復しようかな。
回復します。うん、で次のこれで削っていきたいんですけど、原則 OK ですね。はいはいはい。やっぱね、パワー型じゃないんで、大体ね、敵4ヒットするまでは結構動けるんですよ。3ヒットまでもまだ結構動けるんで、まあその違いが最初理解しないと難しいんですけど、僕はもう友情で簡単にザク処理できるんで、アグニを処理しまして、まあ、こっからのね、地雷殴って、地雷、重力引っかかってね、殴るってやつは、ちょっともう速度感がわからないんで、うん、超えていこうかな。重力2回の、うん、ただね、やっぱり中ボスはラウドラの方が強いです。なぜかっていうと、重力バリアまとってないんで、なんか思ったよりね、これ火力出ないんですよ、中ボスは。グッドで殴ってあげる方がやっぱ軽く出るんで OK ですね。でもこれ下にキャラがいすぎるとなんか斬撃とかね重複して食らうんで、それはちょっと避けたいですけど、行き帰りで弱点殴れてないかまあしょうがないですね。で雑魚が復活しますよと。斬撃がほんと痛いですね、重なってるとマジで食らうんで。で当たらないように、これビット当たったらダメだから、だこれがダメっすね、はい、ビット当たっちゃうとダメなんですけど、まあ、ここはもうどっちかというとラウドランに火力は任せて素早くザク処理してる方が安牌かなと思うんですけどね、はい、でここでね、あの火力心配な方は SS ってパワーアップしてもいいんですけど、パワーアップが確かね2ターンしか継続しなかったんで、思ったよりね長くないんですよね、すぐ消えちゃうんですよね。そこが本当注意しないといけないなと思ったんですけど、パワーアップが短いです。はい OK で、これで、ボス戦突破しました。 HP 余裕ありますね。できればラウドラスタートが良かったんですけど、まあここはしょうがないですね。ラウドラの位置も悪くないんで、ここでラウドラ拾いつつスナイプパレットを出していきます。これがマジで優秀。雑魚処理にめちゃくちゃ持ってこいですね。はい。で、もうボス戦の、ボス1ボス2かな、特に。まあ結構ね、火力出しやすいんですけど。はい。友情で処理しました。ここね、なんか2ターン同時に出しちゃうとね、ちょっともったいない気もするんですけど。まあ、いきますか。地雷は持ってるんで、元から持ってるんで、入りで判定もらわないようにして、ああそうか、ここねビットンがね重力まとってるからね引っかかっちゃうんですよね、まあ、しょうがないですね。今のは回復しておきます。十分ですね今ので。まあ本当に HP はね常に管理しといた方がいいと思うんで、うん、まあこれでいいかな。無難にいきます、大人の雑魚処理で。うん、HP 低い時に飛んでいってくれるんですごい楽ですね、ここは。まあ普通にいきます。まあボス1もう SS 打ってもいいんですけど、できたらボス2とボス3で打っていきたいんで、個人的にはそこはすごい削りにくいと思ってるから、ここは温存できます。うん、でクリティカル今どこに出たよ、これね。そう、弱点でレベル3弱点でクリティカル出たら多分ワンチャンあるんですよ、ゲージ飛ばしがワンチャンあるんで、ワン本当に飛んでないですよね、大丈夫ですね。ただもう殴りがめっちゃ強いんで、なんか僕が思ったのは、ここで弱点ウォークアップさせて、ラウドラで殴って、ゲージをできるだけ次持っていくっていう風にやってあげると楽かなと思ったんですけど、2対処理できますね。はい。で、まあ、今回もだいぶゲージ持っていきましたけどね、さっきので。
原則的にはこれでいいかな。うん、でよね。うん、どうしようかな、結構迷うな。 SS を打って次のラウドラにバトンタッチしてあげるっていう手もあるんですよ。なんでここでこれでいってラウドラをちょっとずらしたいみたいな、右にでクリシナ処理したいけど、そんな足早くないか。いけたね。ただこれ手前で倒してしまう気がするね。これで手前で倒さなかったら、弱点殴った時にボスを突破できたらね、すごい最高なんですけど。いやこれきついかな、ビット当たらへんかな、弱点に当たらへんかな。そしたらちょっとむずいな、こう迷うな。これじゃ弱点当たらないですよね。なんでワンチャンにかけすぎてるな。届かないか、まあしょうがないですね。ここ本当に弱点効果アップさせてラウドラで今の弱点ぶっ刺してたら、多分次のゲージ半分ぐらい飛んでるんで、それ狙ってあげたら一番次楽できるかなというふうに思うんですけど。うんうん、まあ十分ですね、入りましたね。さあラストゲージでございます。まあまあ飛んでて、でここはね、この間ねクリシナに SS 打ったらね4連続麻痺ったんですよ。麻痺ってもいいよ別に、まあ OK ですね。あ、そうか、これ過激しっかり積んでないと残るんですね。今までいつも倒してたんで気になってなかったんですけど、残るのか。はい、ここはもう大人の雑魚処理でいいかな。雑魚処理しに行けます。うん、いやバレットいいね、めちゃくちゃ使いやすいですね。友情でダメをきます。で多分ねこれはもうこれでいいはず。ボスも怒ってないし、怒るかなこれで。怒ってないですね。いや、ランキ弾吸いすぎよ。で、SS がやっぱね、継続ターンが短いんで、次のラウドラのこと考えると、弱点効果アップここでするのはあんまり良くないと思うんですけど、ただこの子がね、強いんですよ。強いのでこれ攻めていいと思うんですよ。この子が強いからいやこれね強いっすよ。やっぱり SS がバケモンで弱点効果大アップっていうことなんで2倍だと思うんですけど、これがやっぱ強いな。今倒すって思ってなかったですよ僕も。残ると思って言ったんですけど、バケモンですねやっぱ。でもね今回使ってみたっていうところで最初にも言ったんですけど、2体使ってるんですけども、本来は1体でいいと思います。なので僕個人的にはフレンドでね全然足りるんじゃないかなというふうに思ったんですけど、なんかボス2の削り苦手とかいう方だったら、そのボス2とボス3で打ってね飛ばすっていう方法もあるんで、まあでも多くの方は多分ボス3のね削りが難しいと思うから、まあ、ボス3で打ってあげるのが一番いいと思うんですけども、まあそんな感じで使ってみました。まあ1体でも全然大丈夫なんでね、皆さんフレンドで湧いた際は使ってみてください。めちゃくちゃ強かったです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。